ブルボンコンデ、または、ルイ・アンリ・ジョゼフド・ブルボンコンデは、フランスの貴族、政治家。第七大コンデ公。一般に、ブルボン公の称号で知られ、同時大臣には、公爵様と呼ばれた。アンギャン公、ギーズ公、ベルガルド公、サンセールー博の諸称号も保持していた。ブルボン家の支流ブルボンコンデ家の総帥として、死去する1740年まで宮廷で重きを成した。 ルイ15世の幼少時、摂政会議議長を務め、摂政オールレアン公フィリップ2世の死後、1723年から1726年まで、最少になった。1692年8月18日、コンデコー、ルイ3世とルイーズ・フランソワーズ・ド・ブルボンの、第7子として、ベルサイユに生まれる。コンデコー、ルイ2世の彦にあたる。七百十五年に、 ルイ14世が成去し、総孫ルイ15世が即位するが、まだ5歳であったので、摂政に、ルイ14世の老いにあたるオルレアン公フィリップ2世が、就任する。1723年に、オルレアン公が死去すると、摂政会議議長であった、ブルボン公は、最小となる。最小としてのブルボン公は、まず、王の婚約破棄に取り掛かった。 1724年当時のルイ15世は14歳だったが、婚約者のマリアナ・ビクトリアでボル・ボーンはまだ6歳の子供であり、後継ぎが生まれるまで10年はかかる見通しであった。ここで、ルイ15世が亡くなると、叔父のフェリーペ5世が大井継承に名乗り出る可能性が高い。スペイン継承戦争終結から10年しか経ってない、フランスは戦争を避けたかった。 そこで、ブルーボン公は、スペイン・ブルボン家との関係悪化を承知の上、王とマリアナ・ビクトリアとの婚約を破棄させ、元ポーランドをスタニスワフ一世の娘マリー、レクザンスカを王妃に迎えた。ブルボン公はまた、1724年に、ユグノー迫害を再開した。フランスのプロテスタントは、ルイ14世時代には迫害されていたが、ルイ15世の即位後は、 セッションのオルレアン公が宗教に興味ないこともあって、フォンテーヌブローの直令が破棄されなかったにもかかわらず、迫害は少なくなっていた。しかし、ルイ14世以来の財政問題に直面し、財政再建に失敗したため人気を失い、1726年に辞任した。1713年7月9日に、コンティ校、 フランスワルイと父方のオバマリー・テレーズの娘で、重子であるマリー・アンヌ・ド・ブルボンと結婚するが、二人の間には子供が生まれなかった。なお、ルイ・アンリの妹、ルイーズ・エリザベートが、同時期に、マリー・アンヌの弟コンティコー、ルイ・アルマン2世と結婚している。1728年7月23日、ヘッセン・ローテンブルク編共白エルンスト2世。 レオポルトの娘カロリーヌと二度目の結婚をする。二人の間には、カズコルイ・ジョゼフが生まれた。ルイ・ジョゼフは、第八大コンデコーとなり、フランス革命戦争で、ブルボン・コンデ家を率いることとなる。ありがとうございます。